お待たせいたしました環境フォーラム in 山梨最後のプログラムですパネルディスカッションですパネリストとして講演をしていただいた金子教授野口さんそして丸山部長をはじめ遠く京都府から京都府亀岡市環境政策課の山内課長がお越しくださいました亀岡市は亀岡プラスチックゴミゼロ宣言や 亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例の制定などプラスチックごみ対策に先進的な取り組みを行っておられます山内課長東区京都からどうもありがとうございますパネルディスカッションのテーマは県民事業者行政が一体となったプラスチックごみ対策の推進です進行は私三浦とこの方でお送りします はい、えー、シンガーソングライターのカンベトーマと申します山梨からも海洋ゴミ問題を考えそしてゴミ拾いなどの行動を起こそうという海なし山梨発海ゴミゼロプロジェクト推進リーダーを務めさせていただいておりますどうぞよろしくお願いしますお願いいたしますカンさんもリーダーに就任されて2年目はいそうですねいろいろなところにゴミ拾い活動なども行っておりますけれどもまあ、やはり身近な問題として皆さんによりさらにねこう興味を持っていただければと思っております、はい ではパネリストをご紹介いたしますご紹介しましたら皆さん簡単な自己紹介と普段の研究テーマや環境に関する活動などお話いただければと思いますお一人目は山梨大学大学院総合研究部教授金子秀博さんです皆さんこんにちは私山梨大学の大学院に所属しております金子と申します専門は廃棄物管理工学ということになりますけれども まあ普段特に大学で研究の対象にしているのは生ごみとか下水汚泥といったあのプラスチックと同じ有機物でもですねプラスチックと正反対であのすぐに腐りやすいまあそういう廃棄物をいかにこうリサイクルするかというようなことをテーマに取り組んでおります。まあ、あとは言いながらあのまあ廃棄物管理が専門ですのであのいろんなところに関わらせていただいて例えばまあ山梨県では全国に ではあの,今年の7月からということになりますが、それより12年前からですねあのレジ袋の有料化があの行われていますけれども、まあ、それを主体的に取り組んできた山梨のレジ袋推進連絡協議会というところに関わらせていただいたりもしておりました、え今日は廃棄物管理の観点からお話をさせていただければと思っておりまますすどうぞよろしししくおお願願いいたしますお願いいたたます。 続きましてアルピニストで NPO 法人富士山クラブ理事長アジア大学客員教授の野口健さんですお願いいたします。 えどうも初めましてでもないああの、まあ、僕は富士山クラブっていうところで、まあ、富士山の清掃を中心にしながら、まあ、あとあれですねゴミを拾いながらどうすればゴミが出ない社会をみんなと一緒に作っていくのかっていう中で、うん、例えばこう今までこう地元の行政にまあいろんなこう提案をさせていただいたりあとあれですねこう地元の学校に行ってですね えー、教育の中にこ、こ現場型の環境教育というのをどう取り入れていくかということをです、ね、こういろんなこう山梨県に限らず他県に行って他県の学校ともです、ね、こう連携しながらえそういうまあ環境型環境型現場型環境教育というのを一緒にやってみたりとか、まああのーまあ、本職は山登りですけどね、まあ、登山家でありながらゴミを拾いながら、まああのーま、最近何やかもうよく分からないんですけど、あのー、まあいろんなことをやっております。<laughs> すいません え続きましてコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 CSV 推進部長丸山隆一郎さんですはい、えー、皆さんこんにちはコカ・コーラボトラーズジャパンの丸山と申します、えー、私たちコカ・コーラボトラーズジャパンでは、えー、1都2府十五県を股にかけて、えー、製品の製造と販売活動を行っております、えー、そしてですね私たちコカ・コーラでは、えー 容器の2030年ビジョンというのを打ち出しておりまして、えー、その中に設計・改修・パートナーというこの3本の柱をもとに、えーまあ、容器の,あのきちんとこうリサイクルですとか、回収するですとか,すすとか、えー、そういった活動を行っております。えー、その中で、えー 本日ですねあの皆様にお伝えしたいこととしましては、えー、ペットボトルというのは、えー、捨ててしまえばもちろんゴミになってしまうんですが、えー、きちんと回収して、えー、また使える、えー、素晴らしい材料であるということです、えー、こういった取り組みをですねあの皆様にあの周知したりですとかあともちろんあの我々もあの、ね、先ほど同じようにあのゴミ拾いの,あの清掃活動なども行ってますので、えー、そういったことについて本日パネルでディスカッションできればと思います。 はい、ありがとうございます。お願いいたします。え、そして遠く京都府からお越しいただきました亀岡市環境政策課山内剛さんです。お願いいたします。はい、あの皆さんこんにちは。えー、京都府の亀岡市というところから参りました。あの、まあ亀岡市ちょっとあのご紹介をしたいんですけれども、えー、まあ人口はですね8万8千人、約8万8千人です。で、えー、場所はですねよくね。 あの兵庫県の豊岡市とか三重,三重の,あの亀山とかと間違えられるんですけれども京都市のすぐ隣あの快速で20分ぐらいの距離ですあのにあの西隣にございますあの保津川下りって皆さんあのご存知あるかなと思うんですけれども、まあ、保津川下りですとか嵯峨の,の観光鉄道トロッコ列車、まあ、あの保津渓谷の自然景観にです、ね、150万人の環境客の皆さんが来ていただけると、まあ、そんな町でございます。 あとあの山梨県さんとちょっと共通と言いますか甲府市さんとあれなんですけれども J2 の京都サンガのホームタウンということで亀岡市があのホームスタジアムが今年の1月にできましてですねえバンホーレ甲府さん今現在6位ですかね J2 サンガ10位でございますあのまあしのぎを削りながらですねまああの今後 J1 で対戦できる日が来ればいいなと思いますしあのバンホーレ甲府さんのエコスタジアムの 取り組みですねあの、素晴らしいなと思って見ております、あのまあ、エコスタジアム同士の、まあ、交流とかいうものも、ですね、えー、これからあのできればいいなというふうに思っております、あのまあ、先ほどご紹介いただきましたように、まあ、今年し、えー、3月の24日にあの、えー、レジ袋の提供禁止に関する条例というのが、議会で可決、成立をいたしましたあの、来年1月1日施行ということで、その今、あの準備を進めているところでございます。 えーまあ、レジ袋っていうのが一番生活に密着した使い捨てプランということでそこにまあクローズアップをして、えー、そこからあの市民の,あの消費者の、えー、ライフスタイルのまあ意識を変えていきたい、まあ、こういう取り組みをです、ね、今やっているところでございます。海、まあ、海のののなないいいこの山梨県で私ども、えー、海に面していない岡市あのーまあま 自治体としての規模は全然違うんですけれども私たちの町にできることを一生懸命考えながら取り組んでおります山梨県さんに今日お呼びいただいてです、ね、本当に光栄なんですけれども今日は意見交換という名のもとに私もお土産としていろいろなお話を持ち帰って亀岡市に生かしていきたいと思いまますすどうぞよろしししくおお願願いいたしますお願いいたたます。 今回様々なジャンルの皆さんにお集まりいただきましたので県民事業者行政が一体となったプラスチックごみ対策の推進というテーマでパネルディスカッションを行います自由な発言の場としたいと思います YouTube 配信をご覧になっている方チャット機能がありますので何か質問ありましたらどうぞ質問お気軽にお寄せくださいそれでは始めていきましょうかはい それでは本編に入らせていただきますけれども、先ほどまで講演をしてくださった皆さんでいらっしゃいますけれども、講演内容と若干お話の内容が重複する部分もあるかと思いますので、そちらだけご了承いただければと思いますが、まず最初にですね、日本のプラスチックごみの現状、そして課題というお話、伺っていきたいと思います。それぞれお感じになっていらっしゃること、様々な視点からお話しいただければと思うんですが、まずはですね、研究者としての立場からということで、金子先生 にリサイクルの現状などを教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうひ、はいえー、一言でプラスチックと言いますけれども、えー、種類はたくさんございますし、あのー、それぞれ性質も異なります。ですので、えー、プラスチックだけを分けて収集したとしてもです、ね、なかなかこうリサイクルがしづらい素材であるということが言えると思います。またたさらにその成形をししやすくしたり あとまあ火のそばで使うなどの場合には燃えにくいようにするというようなことでえと添加物がいろいろありますのでえますますこのリサイクル物としてのリサイクルっていうのがしにくいまあそういう素材だと思いますまあ中でもですねあの優等生もいましてえペットボトルであるとかそれからあの食品に使われているあの白色のトレイですねえこういったものはすべてペットはペット樹脂えそれから発泡スチロールは ポリスチレンというあの単一のプラスチックでできているものですから、そういったものは分別して集めるとあのまた元の素材に戻してリサイクルすることができます。まあ,あの多くの場合プラスチックは燃えるゴミとしてあの出されるかと思うんですけれども、えー、それはまあのまあ、焼却施設で焼却処理されるわけですけれども、今日本の場合にはまあ、ほとんどの焼却施設であのプラスチックから出た 燃えたときに出る熱をですね利用して発電をするとか温水を利用するというような形であのエネルギーの有効利用も図られています、まあ、そういった状況にありますということですのであのきちんとゴミとしてプラスチックを分けて正しく出していただければリサイクルできるものはリサイクルしますしエネルギーとして使えるものはエネルギーとして使っている、まあ、そんな状況ですはい、まあ、そのあたりですねあのコ,カコ,ラコカ・コーラボトラーズジャパンの丸山さんにもお話を伺いたいんですが。 あの先ほどの講演でもさまざまな形で今、コカ・コーラボトラーズさんいろいろなリサイクルについて取り組まれているというお話でしたけれどもやはりまあ体に入ってくるものに一番近いということに食品ってねやっぱりなりますのでそのあたりいかがでしょうか。はい、えー まずあの日本の回収率に関してで言いますと、えー、まあ先ほどあのちょっと話をさせていただいたんですが約98%の,あのペットボトルが回収されているというふうになっていますでその中でもそのリサイクル率というのは84.6%ということで、えー、この数字というのはです、ね、あの欧米についてあの欧米と比べても非常に高い数字だということで、えー、まあ我々としてはその日本というのはあのかなりそういった、えー まあ、プラスチックとかの,この回収の意識の高い、えー、国なのではないかなというふうに思っていますで、えー、そうした基盤になりますのもやはりその国の,あの政策ですとかあとは、まあ、容器包装リサイクル法ですとか、えー、そういったところがあのきちんと制定されていて、えー、きちんとその消費者と、まあ、行政の方々そして我々事業者ですね、えー、こうした3社にです、ね、きちんとその辺の仕組みが浸透していると。 いいうことともあるかと思いますえただ一方でですね、えー、回収100%じゃないですよねああのまあ、98%ってことは2%は回収されてませんでもちろんそのプラスチックってすごいたくさん使われてますんで、えー、2%といえどもやっぱ無視はできないと思いますでこうしたものをあのどうやって回収していくかってところで、えー、例えばあの野口さんのやってますようなその清掃活動もあの我々もあの これからもどんどんやっていかなければいけないと思いますしもちろんそのどういった経緯でどういった経路でそのプラスチックがこうあの廃棄されてしまうのかといった調査も必要だと思いますでそしてですねやっぱりあの地域の皆様あのきちんとこういったあのコミュニケーションを通してプラスチックの,その課題ですとか回収、リサイクルそういったものを皆さんにこう正しくその現状をあ,のありのままを伝えて知っていただくと。 でそうすることで、えー、皆さんあの、おそらくわからないってことがあの一番問題であってやっぱりその現状を正しく知るっていうことで、えー、よりその皆さんも活動、清掃活動とかにこう参加してくれると思うんですよね、えー、そういった、えー、コミュニケーションというのが最も大事になってくるのではないかなというふうに思っております。 まああのかなり意識は高くなってきているということはもう皆さんご自身も感じていらっしゃるところだと思いますけどそれでもまあ着せずしてたまたま捨てるつもりだったんだけどしまって落っこどしちゃったとかそういったものもゴミってねどうしてもあると思いますけれども野口さんにお伺いしたいんですがあの今、登山であったりまた清掃活動を通してあのいろいろなごみの種類あると思うんですけれどもペットボトルっていうものはやはり結構多いものですかゴミ拾ってますと いろんな時代に捨てられたゴミがありますよね。で、まあ、主に僕らが今、主に拾っているのは大体30年ぐらい前のに自海で捨てられたゴミがまあ多くてで最近のゴミはだんだん少なくなってきましたよね。ただ、そのペットボトルでいうと、えー、最,近いや最近捨てられるゴミの中で一番いいのがペットボトルであのペットあのコーラが売てないう話じゃないですよ。 なんであそこにさ、どういうペットボトルの使い方をしてるかっていうことで、結構特殊なんですけど、例えばこう買って飲んで捨てるんじゃなくて、あの国道があって、その道路沿いにいっぱい落ちてるんですけど、はい、パッと拾いますとね、あの、一瞬にお,お茶かと思うわけですよ。ああ、問題になっていますね。で、それ開けてとことこってやるとね、なかなかすごいこう熟成されてますからね。えー、あの夏ならパーンと吹くときあるんですよ。はい、要するに、あのー、人の尿ですね。まあ、あのー、おしっこを入れてね。でこ、ここれはすごく多くて。 あ,のあとは富士山の樹海の道路脇に限らず、町の、これは表現が難しいんですけど、えーまあ、はっきり言うと運送会社が、ね、多いところですよ、あのーそうまあ、トラックが多いところの信号のところのはすごいですあの、これは千葉県も東京もか呼びかけてね。 やはり、あのーまあ、それはトラックを運転している人の中の一部だと思うんですよ一部だと思うんですけどそういっても多いのは事実なんですね。ですからそういうトラック協会などと呼びかけて何かそういうところにも、ね、一緒に活動ができたらなと思ううんですけどねはいもう一人一人ができることからというお話になってくると思いますけれども、まあ、そういって、まあ、投棄されてしまったプラスチックそれがどういうふうになっていくのかというお話になってきますと金子、ね、先生自然界に投棄されてしまったプラスチック私たたたちへどういった影響をもたらし ししてくるんでしょうか、はいあのまあ、最近、まあ、特に問題視されているプラスチックのことですけれども一、まあ、つは海岸の漂着ごみですねそれからもう一つはマイクロプラスチックの問題があると思うんですでこのうちの漂着ごみについては、まあ、まずは景観ということで、えー、問題視されるわけですけれども、まあ、生態系への影響もあのやはり考えなければいけなくて、まあ、例えばそのウミガメの鼻にストローが あの突き刺さっているような写真をご覧になった方多いんじゃないかと思うんですけれどもそういった形でですねあの自然の中に生きている生き物を傷つけるような要因にもなっていると思います、えー、とそれからまたあの、まあ、そのまま放置されますとだんだん風化してマイクロプラスチックに変わっていくということになると思いますで一方このマイクロプラスチック、まあ、5mm 以下の細かいプラスチックのことを言いますけれども、えー、これもあの世界的にいろいろな 調査が行われていて、至る所で検出がされているという状況ですけれども、あのまあ、特に心配されているのは、マイクロプラスチックにいろいろな有害な化学物質がくっついて、その状態で生き物の体の中に取り込まれるということで、健康への影響が出るんじゃないかということも心配されています。 はいまあ、そうなってきますともちろん海洋生物であったら海洋生物がマイクロプラスチックを食べてしまってその実をまた我々が食べるということでどう考えてもどこかで影響が出てくるんじゃないかという非常に懸念があると思うんですが、えー、その海洋ゴミに関してなんですけれども実は海のゴミの7割が山から出ているというそういうお話があることを、えー、皆さんご存知でしょうか、えー、そこでですね亀、えー、岡市からいらっしゃいました山内さんにお話を伺いたいんですけれども亀、えー、岡市では 全国に先駆けて内陸部の自治体で初めてとなる海ごみサミットを開催されるなど非常にそのごみ問題に対しての意識早くから高かったと伺っていますがその辺りどういった経緯で条例などが制定されたのか教えていただけますか。 はいあの今、えー、ご紹介をいただきましてあの平成24年に、えー、海ごみサミットを開催いたしましたなぜあの亀岡あの海のない亀岡で海ごみサミットをやったのかというところなんですがだた、え、い、ーね、2004年頃からあの、まあ、先ほど申しましたが保津川下りというあの観光資源がございますその船頭さんがですね毎日川を下っていくときにプラスチックごみがやたらと目立つとこれはなんとかしなければいけない。 ということでたたたっっ人のがが立ち上がったんですまずでそこからですね、えー、清掃活動が始まりまあ環境の NPO さんが生まれそれで市民の皆さんを巻き込んだ清掃活動が非常に活発になったまあそういうあの,あのボトムアップと言いますかですね、うん、あのそういう取り組みの中で、えー、まあ海ごみサミットが始まりこの条例ができると、まあ、こういうふうなあの流れになっております。であの一つ かかったことって言いますかあのその海ごみサミットの時にですね川のゴミって本当に海まで行ってるのかどれぐらいのスピードで行ってるのかっていうのを GPS を発信機をつけたものを街から流したんです実は1日たった1日で大阪湾まで行きましたこれあの距離にして、えー、私ども亀岡市から行くと80キロこれがたった1日で行くということがデータとして 分かりましたでそれと子どもたちと一緒にこう環境学習をするときに川の清掃活動をするんですねでそこで何が一番どんなものが多いのかっていうのを調べますで同じ流域の同じ子たちを海へ連れて行きますで海で清掃活動をする同種類は結構やっぱプラスチック多いんですただ形状が違うんですねもうバラバラになって海ではもう拾いきれないだから形のある 内陸の私たちの町でゴミを拾うことはとっても重要なことなんですということを、まあ、町の中にです、ね、発信をしであの一つ亀岡のきょうという自然環境の景観を生み出すのにこう水位が上がりますとプラスチックが流れてです、ね、水位が雨がやんで水位が下がるとそこにあのレジ袋なんかがこう短冊のように引っかかるんですね。 それをまあ外国の観光客の皆さんが見てあれは何なんだとそこからこう立ち上がったというのはまあこのルートなんですけれどもですからあの内陸の町で7割8割のものが流れ海へ流れるこの町から流してはいけないということを市民の皆さんと共有する中でまあこういう取り組みにつながったとそういうところでございます。 はい、山梨県民にとってもそうなんですよねなので、今日こういったフォーラムが山梨でも行われているということ非常に意義があることだと思うんですけれどもあのこういった、ね、山の皆さんからまずはいろんなものがスタートしていくという意識、はい、まず持っていただければと思っております。 えそれでですねちょっと目を海外に向けてみたいと思うんですけれども今、もちろんまあ日本でもさまざまなリサイクルであったりといった活動を行われていますけれども海外の方が先進的な部分はたくさんあると思います、えー、例えば僕もよく東アジアなど旅行で行くことがあるんですけれども日本からほど近いところで言いますと香港であったり台湾また中国ではもうすでにずいぶん前から有料のレジ袋ですね、はい、そういったものを市民の皆さんが使われるのは当たり前といった状況を見て僕も初めて行ってびっくりしたところもあったんですけれども まあ、そのあたりの考え方というもの、まだまだ日本人、まあ、もう少し、ね、勉強していかな,くなければいけないところ、たくさんあると思いますえー、そういった現状をですねちょっと教えていただきたいなと思うんですが、やはりグローバルな視点でというところで、野口さん、いかがでしょうか、世界各地の、まあ、ゴミ問題、まあ、いろいろなところで日本とまた考え方、全然違う部分もあると思うんですが、まあ、本当、これはあの地域と国によって全く違いますよね。 でただあの、先、ま、進、あ、国は、ね、ヨーロッパとかって意外と進んでたと思うんですけどあの10年前、20年前にヒ,ヒモれネパールあとチベットもそうだしあとインドもあとはまたそれ以外のアフリカとか、まあ、いろんな国に行くわけですね、はい、で発展途上国っていうのはまあ本当にゴミが多いんですよいわゆる環境って概念ありませんし環境教育受けてませんしねところがこの近年になってああいう国は変わるときが早いんですよね。 例えばタンゼアのあの、昨年キルマンジ,ロに,にルマンジロに行きましたら10年ぶりにキルマンジロにきましたらキルマンジロはまずビニール持ち込み一切禁止ペットボトルも一切禁止もしそれが見つかったら罰金取られるんですね、うん、で僕だけじゃなくて僕を案内したガイドまでが罰金取られるんですよねでネパールも本当はあのあの今年はまあロックダウンしましたけどエベレスト地域は今年からペットボトル禁止になる予定だったんですねでアンナブルナっていう他のこう、まあ、結構ヒマラの山があってそこもエイリアも もうビニールだめとか、あのペットボトルだめとかなっていくわけですよね、ただまあ日本の場合は、先ほど、ね、いろいろとお話がありましたけど、高熱で、ね、焼いていけば、ねまあ、それほど大シンとか、ね、あの出ないということで、特に破天豚食の場合は多分低温で焼くんですよね、まあ、そういうことであの禁止していくんですけれども、禁止と本当に禁止になるんですよ、そこの,この切り替わるところが早いなと思っていますけれどもね。 まあそれだけもちろん使っている方が多いものなんですよね、ペットボトルに関して言えばとにかく便利なものでもう我々の生活から切り離すことがなかなか難しいと思うんですけれども、コカ・コーラ丸山さんにお話を伺いたいんですがなかなか難しいところだと思うんですよね、これだけ便利なものを今からじゃあもう全部刷新していこうって新たな素材を考えるとか、もともと昔は瓶を使っていましたよね、ガラス瓶で。はい、ただまあガラスス瓶ももああれれは例えばリサイクルはできるけれども色々輸送コストであって たりとかいろんな部分で何もかもいろんな素材でメリットデメリットがあると思うんですが今後あのどういった世界的な動きになっていきそうとかっていうのはどうううなんででしょうかそうですねあの世界的な動きって言えば例えばそのコカ・コーラの場合ですとあの、まあ、アメリカのアトランタの,そのザ・コカコカ・コーラカンパニーってあのそこがまあ一番の親元になるんですがそこを中心にです、ね、全世界で。 廃棄物ゼロ社会の実現というワールドウィズアウトウェイストというあのビジョンを掲げて、えー、こうした、えー、プラスチックの,あの資源循環の戦略に取り組んでおりますで、えー、その中であの日本の中はあの日本としましてもですねあの世界の,、ま世界の,そのま、計画よりもですねより前倒ししたような形で、えー、計画を立てていますでそれといいますのもやはりその日本人のですねその環境に対する意識が高いと いうこともありましておそ、えー、らくまあこういった計画で我々は生けるだろうとうまあそういったもとで、えー、我々の気あの日本独自の計画も作っていますで a、えー、先ほどのその世界でどういうかことをやってるかっていうことに関してはまあ世界それぞれあのまあ 国に合った高い目標というのは掲げておりましてそのグローバル我々、グローバル企業としての利点を生かしましてそういったです、ね、あの情報を交換する場もありますので随時です、ね、その他国の,その良い事例を取り入れたりとか。 もちろんその日本の先ほどの紹介した水源寛容率ですとかそういった仕組みとかをです、ね、海外に紹介するなどして今後も全世界的にです、ね、より良いその資源循環戦略プラスチックの問題といったものに取り組んでいきたいというふうに考えております。 まあここからいよいよ日本も本気出してというところをね皆さんの意識の中でも変わっていく部分だと思うんですけれども金子先生にお伺いしたいんですが今、全世界の中で日本というのはこのプラスチックごみであったりリサイクルに対する考え方ですよねえ取り組みといいますかどれぐらいの位置にいるんでしょうかかなり進んでいる方なのかまだまだなのか。 ポジション的にはどの辺ですか？そうですね。あのまあ、ポジションって具体的にまあ、ないというようなことは申し上げられないんですけれども、はい、まあ、どちらかというと、このプラスチックへの対応は遅れているんではないかなというふうに感じています。あのまあ、例えばですね。eu などではあのすでに、えー プラスチック戦略取り組み計画というものを策定していまして、まあ、そのプラスチックの廃棄物っていう部分だけではなくて製造から廃棄に至るあらゆる段階に対してどういう取り組みが必要かというようなことを整理していますし、まあ、そういった中で、まあ、廃棄物の絡みでいきますとあの例えばレジ袋の使用量をですねあの非常に減らすというようなことで、えー、と2025年までに使用量を1年1人当たり 40万以下にするというような目標を掲げてすでに加盟の各国では、まあ、あの有料化日本と同じような有料化にしているところとかあるいは税金をかけるとかですねそういう形で対策を進めています、えっと、それからあと日本がもう1つ遅れているのはマイクロプラスチックなんですけれどもあの、まあ、洗顔剤であのスクラブっていうのがありますね。はい、であのスクラブははあれはもう もともとマイクロプラスチックが入ってるんです。はあ、なるほど。その粒で、はい、洗っている。そうなんですね。違なかったです、はあはい。まあそういったそのヨーロッパ、アメリカなどの方とかですね。それから近いところでは台湾、韓国などでもマイクロプラスチック入りの製品の製造使用禁止になってますので、まあそこら辺の対応も日本遅れているなというふうに思います。さまざまな場面でやはりね、<ス>マイクロプラスチック。 使われていいるというかスクラブはよく使うんですけどね小鼻の汚れが落ちるのでそうですよね <laughs>、えー、日本人の美肌を守ってきたものがまさかの地球は守っていなかったという、えー、そういうちょっと皮肉の、ね、えー、形になっているんだなということにも教えていただきましたけれどもそのマイクロプラスチックの現状というものですね、えー、あの昨年山梨県と静岡県を流れる富士川流域で河川内のマイクロプラスチックの調査を、えー、私も実際行ってまいりまして行ったんですけれども上流の山梨 山でももうすでに相当マイクロ化がプラスチックが、ね、マイクロ化、まあ、つまり細かくなってしまっているということなんですけれども進んでいるという印象を受けましたであの先ほど京都の,、えー、あの保津峡のお話を、ねえー、あの伺いましたけれどもやはりそちらでもかなりの位置からもうあのプラスチックみたいなゴミが、ね、細かくなっていて一日のうちに大阪まで到達と藤、えー、川流域になりますと、ね、あの静岡の方に流れていくという山梨ではそういうことになるんですけれども本当に マイクロプラスチックって目にギリギリ見えるか見えないかぐらいの細かい粉のようなものなんですけれどもねえそんなマイクロプラスチックについてのお話伺っていきたいと思うんですけれどもえ山梨県の行政や企業そして各団体の進めるプラスチックごみ対策ですねえそういったところのお話伺いたいと思いますけれどもこちらもすみません金子先生まず概要といいますか今どういう風になっているのか教えていただけますか。はい えっとまあ山梨県でのプラスチックへの取り組みですけれどもまああの冒頭の挨拶の中でもあのご紹介しましたけれどもあの全国では今年の7月からですけれども、えー、坂かること12年前から、えー、レジ袋の有料化ということに取り組んできまして、えー、とまあおかげさまで、えー、この12年間で9億枚を超えるレジ袋の削減というまあ実績は残しています。まああただ、あのー まあそれだけでは済まない話で、えー、昨年度にはですね、えー、と山梨県プラスチックごみ等発生抑制計画というものを県の方でえ策定をいただいています、あのー、まあこの計画はすでに海に面した都道府県ではあの策定されて取り組みが始まっているようですけれども、えー、と海のない内陸の県としてはまあ全国で初めての,あの計画立案ということになったようです。 で今年度からこれに沿ってでいろいろなあの実施が行われていくんじゃないかなというふうに思っておりますまあそう考えてみますとやはりレジ袋の有料化というのはかなり大きな前進だったと思うんですけども数としても現れていますしそれが今後あの地球環境への影響ということでの効果として現れるのはもう少し先になるかと思いますが先ほど野口さんのお話にもありましたようにやはり今ゴミ拾いをすると 今年出たゴミというものが全て拾えるわけでではないんですよね過去に出たゴミが今になってやっと出てきたとか何かいろいろ例えば台風であったりとかそういうところでゴミがね下の方にあったのが流れて出てくるとかあると思うんですけれども現在の富士山の周辺の環境については野口さん、だいぶでも改善はされてきているんでしょうか。はいあのもう 新しいゴミは少ないですよね、あの本当にあの、こう、上から、富士山の上から拾ってきて、でも5合目からごミも大体なくなって、でこう樹海に積んであったゴミも大体なくなって、でこう積まれてあったところのゴミをなくしたら、ちょっと地面から見えましてね、あのちょっとこう地面から出てて、で掘ってみたら、地下からいっぱい出てくるんですよ、最近はゴミ拾いじゃなくて、ゴミ掘りなんですけどね。 ただもうこうかつて数十年前に、に多分30年ぐらい前ですけれども、こう埋めてきたものを今、発見して拾っているぐらいですからね、あのまあ、富士山に関して言うと、まあ、富士山に限らずですけど、あの日本中からだいぶゴミがなくなってきたなっていう印象は非常に強いですね、あのいろんなところで製造活動、参加してますけどあの、本当にゴミがなくなってきたっていうのはもう実感して分かりますし、あとはあの海のゴミで言うと、 モ表の地元の方からぜひやってほしいってことで、モ表に行ったんですよね。で、モ表って、まあ、世界遺産ですし、ホテルがあるところのビーチは綺麗なんですけど、人が入らないビーチっていうのは、もうゴミが僕、あんない,いろんな現場でゴミを拾いしてきた中で、一番ゴミがすごいんですよ。で、台湾とか中国とかあの朝鮮半島とか、長いのは荒山ごまって、多分中東から来てるんですけど、ゴミが流れてくるんですよね。はい、それがもう本当は歩く場所もないぐらいすごいことになっていて。 でそのゴミを集めて圧倒的なのがプラスチックなんですよね。でライターも多くてでライタープロジェクトっていうのも参加してライターを集めますとライターって形と結構こうこう住所とかシールで貼ってあるのでどこから来たかっていうのが分かるんですね。でやっぱこれ大陸が多いんですよ。ですからこれ日本だけの問題じゃないということで,で特に韓国と中国の,があのゴミ多かったので,でそこの両国の留学生にも声かけて一緒にゴミ拾ったんですよね。僕僕ががエベレストに行っててて日日本本のゴミが多くてお前ら日本人だは恥をかいて 悔しいいいっていうとこから始まるじゃないですかですから、韓国とあの中国の学生も来てもらってね、留学生も。でどう感じるのかなと思ってたときに、韓国の留学生が言ってたのが、日本に来て驚いたのが、至る所で清掃キャンペーンをやっていて、行政もやってるし、企業もやっていて、でそういうのは韓国では聞いたことがなかった。ね、で日本人は至る所で清掃キャンペーンやってるで。日本の大学を卒業して帰ったら、その韓国の企業で就職したら、 あのそういう CSR 的な活動を韓国で広げていきたいんだということをしきりにその韓国の学生が言ってたのであのすごくこう日本での活動がまたいろいろいろなアジアの国に広がっていくんじゃないかなということをまあ感じましたけどね野口さんが最初に海外で言われた言葉がそれがずっと流れとなっていろいろな国にやっぱりつながっていけば本当にね地球全体が美しくなっていくとというこにつながりますもんね。 えー、あのコカ・コーラの丸山さんにお話を伺いたいんですがコカ・コーラボトラーズジャパンの山梨での活動、えー、あのこちらもね今年一つ大きな成果が出たという話先ほどの講演でもありましたけれどもいいかかがででしょうか、はいえー、そうはそすね私たちコカ・コーラボトラーズジャパンでも山梨県の,あの北杜市の白州,白州に工場を持っておりますので、えーまあ、当然 われわれとしてもその山梨県に関しては、えーまあ、こうした環境ゴミ、まあ、拾いの,あの活動なども続けていきたいというふうに考えております、えー、山梨の白州工場われわれにとってとても大切で例えばこちらの製品もあの再水地あの見てもらうと分かるんですけどあの山梨県の北杜市の白州です そこでで取れたミネラルウォータータす、えーまあ、このようにですねあの私たちあの山梨県はとても大切なあのパーートナーの,あの県でありあの地域でありというふうに考えております。えー、もちろんその清掃活動もそうですし、えー、あと、えーまあ、先ほどあの話したようなその調査分析といったところもあの必要だと思っています、えーあとあ。あと清掃活動に関して言いますと、えー、私たちは毎年ですねあの神宮川での あの清掃活動これに参加させてていいただいております、はい、で、えー、あとまあこうしたです、ね、その環境フォーラムとかまたその環境に貢献するようなあのイベントがあればあの我々としてもぜひあの積極的に参加させていただきたいというふうに考えております。 のペットボトルのゴミどうしてもねまだまだもう少し頑張らなければいけないところあると思いますけれどもあの野口さんペットボトルのゴミがたくさんゴミ拾いの時にあるっておっしゃってましたけど僕も拾った経験上でのお話なんですがラベルが剥がれてるものってやたら イメージないですか、うん、あの剥がれても多いですよね。ですよね。あの先にそこから多分なん何かこう朽ちてっちゃうんでしょうかね。まあそうですよね。本人が剥がしてるわけじゃないですもんね。あまあ、そうなってきますと、うんはい、あの今度コカ・コーラさんから今年の夏ですかのラベルレスボトルあの我が家でも実は通販で買わしてもらったんですけれどもあ,ありがとうございます非常に画期的なものですね。そもそも周りが向いた状態で売られているというこれ通販だけですか今。 そうですね、あのーはい、今はオン,ライン、はい、オンラインだけなんですが、あのー、あのもしあのご興味ありましたら是非あのご,ご,ご購入お願いします <laughs> 小さいステッシールだけちょこんとついてるだけでもうあとはそのままゴミ箱というか、ねはい、もうリサイクル出せるという、まあ、それだけでもずいぶんと僕はあのーはい、大きな、ね、これお店で販売するのはまだまだなかなかかいろんな問題とかあって直接あのペットボトルの表面になんかプリントするとかってやっぱ難しいんですか いろいろとあの技術は開発はあの進めているんですが、はい、まあ細かいところはあのまだですよね、はい、あの今はあのペットボトルの表面にこのイロハスっていうその製品の印字はできています。 はい、もうそういうところも、ね、やはりどんどん進んでいってるんだなと思うんですが金子先生にお伺いしたいんですけどあのプラスチックは再加熱すると柔らかくなる性質のものと全く変わらないものがあるということですがどちらかというとどういったものがよりマイクロプラスチックになりやすいとかそういう傾向とかってあるんでしょうかそうですねそれは私もよくわからないですね。そ、はいまあ、そもそもその今あの調べらららられていいるのののは海海なら海川な川川にどのぐらいの マイクロプラスチックが流れているかというようなことの調査はされているんですけれどもそもそもあのそれがどこから来ているのかということは分からない状況なんですねまたこれからそういったところをきちんと把握しながらじゃあ,あの元の製品廃棄するところで、えー、と何に注意をすれば あのよりマイクロプラスチックを減らすのに効果的なのかということはきちんと考えていかなければいけないんじゃないかなといいううふうに思っています、はい、まだまだどうしてもプラスチックというもの自体が人間にとってもねそこまで昔からあったものではないと、えー、試行錯誤しながら対策を立てていかなければいけない部分があるということですよね。 これからどのようにしていけば私たちも少しずつ前進していけるのかというのを最後にお伺いしていきたいんですけれどもどうしてもプラスチック大変便利なものですからすぐにゼロというのは現実的ではないと思います。私たちも行政の皆さんや事業者の皆さんと一緒にこのプラスチックのリデュースリユースリサイクル 3R というものですね減量再利用再生を考えて行動していかなければいけないと思います。 亀岡からいらっしゃいました山,山内さんにお話を伺いたいんですけれども今、いろいろと条例が出来上がってきまして市民の皆さんの反応であったりとかご理解とかはいかかがでしょうか、はい、あの市民の皆さんのご理解なんですけれども、まあ、条例というのはこれ全国初の条例ということであの前例がないわけですからあの丁寧にやはり説明が必要だということで。あの 全市内にあの自治会がありましてすべての自治会に説明会に回ったんです、29箇所、まあ、610名ほど参加をいただいたんですけれどもやはりこの現状というものをしっかり説明をしながら何を求めてやっていくんだというあの目標ですね、目的をしっかりこうお話をする中で、まあ、あの最終的にはですね意識調査をしますと72%が賛成ですということで言っていただきました。あの事業者の方もですね あのレジ袋の有料化とか禁止っていうのに進むとやっぱり消費者の反応が一番あの気になるわけですねで逆に私どもはそれを聞いたものですから消費者たる住民の皆さんの理解をじゃあ私どもが得てきますということで70%の、まあ、理解を得たそれによって事業者の皆さんもあこれだけ理解があるならばじゃあ,あのいけるんじゃないかと、まあ、こういうコンセンサスを取りながら、まあ、やってきたというのがあの現状です。 でちょっと一つ嬉しいことがありましてですねあのコロナ禍にあってあのテイクアウトが増えたときに使い捨てプラあの持ち帰りの容器ですねあれが非常に増えたんです、でそのときに事業者から、ね、あの市役所へ連絡があって心苦しいとこれ何なんとかならないのかということで逆に提案がありましてそれを、まあ、市としてもじゃあプラごみゼロクーポンキャンペーンをやろうということで。 あの消費者の皆さんも、えーまあ、タッパーを持って買いに行くとかそういう行動をすれば、えー、クーポンシールは渡しますとだから消費者とお店のほうもです、ねえー、一緒になってこうプラごみ削減を進めていく、まあ、こういう取り組みを、まあ、進めたことがありましたあのそれがあの事業者の理解という分ではです、ね、大変あの自主的な動きが出たというのは嬉しかったですしあと 私どもでこれから力を入れていくのは先ほどあの野口さんもおっしゃってましたけど環境教育ですで子どもたちにこの環境今の現状なり今後の未来をですね共有するという意味で教育っていうのは本当に大事だというふうに思っていますで今私どもは小学校の授業をソフトバンクさんとあの人型ロボットペッパーを使った環境教育まあ基礎教育をそこであの。 独自のスクーールテンプレートを作ってやってて、や中学校はユニクロさんと、えーまあ、企業の取り組みとか国際的な世界の動き世界グローバル企業の話そして、えー、高校生にはですねブ、えー、リタ・ジャパンさんというあの浄水ボトルのメーカーさんなんですけれども、えー、マイボトルを持とうじゃないか、まあ、こういうあの自らの若い世代がですね自分たちがこう考えて動きを 作るまあこういうあの探求型の事業っていうのをプログラムとしてやってまして、えー、これをですね今後も続けながら環境って息の長い取り組みですからしっかりと教育というものと連携しながらまあやっていこうというふうに、まあ、そういうことがあの理解の市民理解のこれから先の未来を語る理解を深めていく礎、まあ、になるのかなというふうにも思っておりますし、えー、私どもはそういう。 取り組みをこれからも続けていきたいと思っております。 ありがとうございます。今、教育というお話が出ました。やはりこれはずっと長い時間をかけて、今まで長い時間をかけて、ここまで地球を汚してきてしまったわけですから、その再生というのにもどうしても時間がかかるということはあると思います。教育というお話になりますと、野口さん、の野口さんご自身も教育様々な形で今参加されていると思いますけれども、またあのいろんな皆さん、市民の皆さんであったり、今後ね様々な形での大きな流れとして、プラスチックごみ対策とか、 そういった方法ですね、どういうふうにしていくのがいいとお考えでしょうかあの本当プラコミの話って、なんか15年前ぐらいかな、1回話題になったんですよね、ものすごく。それで環境系雑誌もやだいぶそれをやったし、こういうシンポジウムだいぶ開かれて、であのころに、あのそのわっと話題になって、すっとトーンダウンした一つに、まあ、そのプラスチックごみがだいぶ回収されているから、あの リサイクルされてるから大丈夫っていう流れで一回スーッとじゃあ大丈夫かってなったわけですよね。でまた近年この問題がわっと注目されたのはなんか中国からなんか要するにそのプラスチックゴミを受け入れないっていうことをなんか言い出しましたよね。ってなった時にそのゴミの行き場がないっていうことでじゃあどうするんだってまた日本でこれが話題になったんですけどただ僕がすごくこれがどう実際どうなってるんだろうっていうのが先ほどねいろいろとあの例えばペットボトルの回収率98%でリサイクル リサイクル率がじゃないですかで,でもやっぱ中国に長年出していたのはあれわれで事実なんですかなんかすごくこの長年プラスチックごみはリサイクルしてますよだから大丈夫ですよって長年そういう流れできたけれども中国はもう受け取りませんよっていうところでまたこの問題が出てきたような印象があるんですよね。ただ実際そのプラスチックゴミって 実際どうなんだろうっていうのが僕らこう現場でいろいろ活動している人間の中でもよくわからないというのがあってですからまあこういうシンポジウムでもっともっとこうそれが明らかになってくるといいなと思ってちょっとそれへんはあの辺は先生にお聞きしたいところがあって中国がっていうところからまた再燃したところありますよね。ということはどうだったんでしょう、回収、リサイクルされてたんですかか 私もあの特に詳しいわけではないんですけれどもあの最近そ、それまであの中国の方で資源としてあのハイプラスチックを受け入れてくれてきたものがあの受け入れしなくなったということで、えー、と日本国内でプラスチックがだぶついてしまっているという状況にあるという話はまあいろんなところで伺います。 はいまあ、そういったこともあって、あのプラスチック、これからどうしていくんだっていうのを、あの日本の中の問題として、きちんと考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。 じゃあやっぱりダブついてしまったのは、まあ、事実なんですか、ね、もういろんな話があって何がって話のかって分かんないんで、すねであの例えばその僕、あのペットボトル、これ、便利だしいいと思うしだから100か0かって話じゃなくて、例えばそのよく海外の人に言われるのは日本に来て水筒を持ってても水とかねそうチャージができないっていう、なんかチャージ僕、チャージって何だって話をいろいろお話聞きましたら、あの西洋人は結構水筒持ってて、それでいろんなところでこうチャージができると。 だからペットボトル買わなくてもいいし、チャージができるし、ジュースのチャージができる国があると、コーラも多分チャージできるとこあるかもしれないし、で,、まあ、でもペットボトルも軽いし、でも水筒を持ちたい人はどこからチャージができればペットボトル買わなくても済むし、水害でチャージできるコーラができたら、コーラ飲みたい人はチャージすれば水筒にコーラ入るわけじゃないですか、みたいな、何かこういろんな選択肢があってもいいのかなと、で特に例えば富士山でいうと、5合目から上に関してはね、こうチャージできるとこは各山こ屋でチャージができれば、みんな水筒持っていけば済むわけですよね。 うん、でそこのチャージしたらお茶が入るチャージもいいわけじゃないですか、まあ、コーラでもいいですしね、なんかね、こういろんな工夫が、その余地がたくさんあるし、それをこうネガティブじゃなくて、楽しんでいく、うん、楽しんでいけば、もっともっと広がっていくのかなと思うんですけどねなるほど、まああの、ドリンクバーとか今、たくさんありますけれども、ドリンクバー的な自動販売機といいますか、丸山さん、そういったところっていうのは、なんか今後、可能性としてはあるんですかあのー そうですねあの、ディスペンサー的なあのものというのはあ,のあるとは思います、えー、ただあのペットボトルはペットボトルでやっぱりあの利便性もありますしあと、まあ、何といってもその安,全安,全性あの安全基準とかもクリアしてますので、えー、またその要するに、まあ、自分たちであの。 なんですかね、マイボトルを持っていくっていうのとはまた違ったあの、まあ、利点もあると思いますので、えー、一気にそのどっちかあの100ゼロの話ではなくて、えーまあ、国によってあと地域によって、えー、そういったところはまああのそれぞれの場所に適した形っていうのが、まあ、できていくんじゃないかなというふうに思いますね。 まあそうですよねペットボトルの飲み物を買えば100%クリーンで完全にどこに行っても安心して飲むことができるという保証があるってこれあの子育てしていてもすごくやっぱりありがたいところなんですよ、ね、ですすねやっぱり便利なのでこれはこれでやはり便利なものですから本当われわれもちゃんとその後のことを考えて使用していくという意識をさらに高めていければとというところでですすよね特にあれです、ね、あの被災地の活動をしてますと、はい、水の,このペットボトルっていうのはものすごい助かりますね。うんあ タンクで持っていくの難しいですしね、ねあ,あとはその、がれき撤去する人もいるじゃないですか。 ですよねですから本当あのこのサイズとかっていうのはすごいあのペットボトルはそうそうい遊うびでも、うんすごくいいですよね、はいまあ、プラスチックといい形でやはりこう共存していくそしてなおかつたらい回しにならないように、えー、我々の中でちゃんと回していく必要これからもさらに出てくると思いますけれども、えー、最後にまとめとしましてですね金子先生にもお話を伺いたいんですけれども、えーまあ、山梨を中心としたお話にもなると思いますけれども今後ですねどういった形に さらに進んでいきそうううかかかなどっていいのはいかがででしょうか山梨さらにできることってまだまだあありそそううでですすかはいねあの実は、えー、今日このフォーラムが始まる前の午前中なんですけれども、えー、山梨プラスチックスマート連絡協議会という、えー、会が立ち上がりまして、えー、ここには私もあの参加させていただくんですけれどもあのメンバー見ますと。 もういろんな事業者であるとか消費者団体であるとかまあ環境活動をされている団体であるとかもういろんな方面の方大勢こう入ってくださっていてまあ,ある方はそのプラスチックを環境中から回収するところをあの中心にやりますよある方はそのまあ教育の面であのこういったプラスチックのゴミが出ないようにするための教育を。 あのサポートしますよというような形でこういろんな形であのアイデアを出し合ってまあそれをみんなで議論して進めていくとそういうあの団体が立ち上がりましたのでまあこれからはそこを中心にしてあの山梨県内でえまあ県民全体としてどういうふうにこのプラスチックの問題に取り組んでいくのかということをですねあのやはり具体的なことを決めていくことも大事だと思いますのでえそういった取り組みどうしていくのかこれから協議しながらまあできるところからどんどんあの。 取りり組みを進めてていいいいきたいなととうふうに思っまますすありがとうございます、まあ、やはり少しずつにはなりますけれども、輪、はい、を少しずつ広げていって、もうそれが県民、国民、そして地球全体にという流れで広がっていければ、本当にいいなと、えー、今、限りある地球上の資源ですからね、これからの子どもたち未来に向けて残していけるように、みんなで、ね、頑張ってまいりましょう、はい、本当に皆さん、えー、貴重なさまざまなご意見、どうもありがとうございましたありがとうございました。 このパネルディスカッションの模様は YBS ラジオで11月20日金曜日午後6時15分から放送いたします。YBS ラジオで11月20日金曜日午後6時15分から放送です。そちらもぜひお聞きください。パネリストの皆様、本日はありがとうございました。以上で環境フォーラム in 山梨、私たちとプラスチックの未来を考えるを終了いたします。本日は ご視聴くださった皆様どうもありがとうございました。